プレッシャーをかけながらでも飯村が押し返してる、まあ、飯村が取った、飯村が取った、45対36、日本金メダル、取りました取りました取りました、男子フルーレ団体史上初の日本金メダル獲得。これでこのパリオリンピック個人で加納光輝金メダル、団体でも金メダル獲得。男子フルーレ団体が2012年ロンドンオリンピックの銀メダルを上回る金メダル獲得、史上初の金メダルです。日本が世界の頂点に立ちました。8月5日月曜日、今日の天気は晴れのち時々曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。今日も金メダルからお聞きいただきました。はい、パリオリンピックフェンシング男子フルーレ団体決勝、イタリアを日本が見事に破りまして金メダル獲得であります。おめでとうございます。おめでとうございます。この種目では2012年のロンドンオリンピックの銀以来ということで、3大会ぶりのメダル獲得、金メダルは初めてと。ロンドンというと、あの太田さんがいた頃になるわけだよね。あ、今会長でしょ。あ、ね、やっぱそう考えると、と、時代も変わるというところでもありますけれどもね、今大会日本はフェンシング5個目のメダル獲得ということになると。いや本当ね、今まさにですね、おそらく小永アナウンサーがミックスゾーンで、はい、インタビューをしている最中か終わった直後かぐらいでありますんで、もう今ね、あの東京の舞台が必死になってこれを編集して、はい、ね、後ほどのこの小永アナウンサーのね、レポートのゾーンで伝えられるかどうなのかというですね。でもね、インタビューしたてほやほやですよ。そうそう、もうこのね、うん、生放送のヒリヒリ感を今日は感じていただきながらの放送になるというところです。まあ、はい、もちろんね、このね、貴重なインタビューの模様ですから、用意がね、整い次第、小永君のコーナーで間に合わなかったとしても、この日本放送の中でですね、いろいろな形でお伝えできるとは思いますんで、ぜひ、ご期待いただければと思います。小永君、昨日というかね、現地は8月4日でありますが、はい、もう八面六臂の大活躍という感じで、ね、午前中から午後にかけては松山英樹選手に帯同というかね、ずっとこうついて、第一ホールから回っていたというこのゴルフ、松山英樹選手は最終ラウンドスコア6つ伸ばして通算17アンダー、銅メダル獲得ということで、日本のゴルフ男子ではメダル獲得、これが初めてとなりました。まあ、ただね、松山選手のインタビューの模様などを聞いてると、まあ、ご本人は金を目指してというところもあったから、やっぱりその辺は悔しい思いもあるということでありましたけれども、しかし立派な銅メダルですよ、はい、ね、金が9、銀が5、銅が10と、日本代表団の活躍と、もちろんメダルだけではなくってね、もう最近はオリンピアンであっても、うん、30を超えて、ね、何大会連続で出てっていうのもいらっしゃる方々、まあ、それこそね、昔だったら馬術だとかっていうのはもうベテランの味みたいなものでメダル争いがあるよとか言われてましたけれども、そうじゃなくて本当にフィジカルで勝負するような競技であっても、はい、30を超えてもね、第一線で活躍されているという方々もいっぱいいらっしゃると、まあそういうのを見てるとね、また胸が熱くなる瞬間もいろいろあるよなと。なんかこう自分も頑張ろうっていう気持ちになるんですよね。なんかね、あの甲子園の選手たちが自分より年下になり、プロ野球選手も年下になり、はいはい、でオリンピアもみんな年下でってなってくると、だんだん、あ、俺も年取ったなみたいに思ったりするんですけど、いやそうじゃないんだというね、うん、ところをですね、見せつけられる部分がたくさんあって、はい、ね、今週も1週間なんとか頑張れるかなというところで、あります。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 浩司アップ、スタジオには朝刊各紙が入ってきているんですけれども、まあこれね、新聞記者の方とこの間話してて、うん、悩むんだよっていうふうにすごく言っていたのが、はい、この時差の関係でオリンピックのね、メダル走行、この番組に飛び込みで入ってきたりなんかするわけじゃないですか。うん、そうですね。大体ね、日本時間の6時だ、はい、5時だ、4時だってところでメダルが出たりすると。で、そうすると、朝刊の締め切りに間に合わないので、うん、ね。で、もうちょっと前の時間帯だとギリギリ
班によっては間に合うみたいな。なるほど。東京に配るギリギリまでするのを遅らせる番だったら間に合うんだよみたいな感じで、速報で一回入れると。で、その同じニュースを夕刊にはね、必ず間に合うんで入れると。で、ただ、翌朝の朝刊だけ撮ってる人たちがいるから、そうですね、そういう人たち向けに、朝刊にもう一回載せなきゃなんないと。翌日もね。はははは。なると、同じ記事を3回書かなきゃなんないのは大変なんですよと。ね。ですから、今日もね、柔道団体のニュースが、見出しとね、写真で入っているところもあるし、で、一方で、ゴルフ松山と男子フルーレは銀以上と。いうようなね、決勝まで進出したところまでお伝えできますっていうような、この辺にね、非常にこう、新聞の特性というものが出てくるよねという話なんですが、今朝はですね、一面トップは特集記事で書いていたりとか、オリンピック以外のもので書いてるところが多いんで、ちょっと気になる記事だけ、読売新聞、救助要請偽投稿1割、能登地震、情報通信機構 X 抽出解析、閲覧稼ぎ目的かということで、元日の能登地震で救助を要請するような書き込みのうち1割が偽情報だったということがあって、いや、こんなことを許していたらですよ、偽情報に振り回されて本当に救助しなきゃいけない人たちが取り残されることになってもおかしくないということなんで、もう読みも当然ながらですね、とんでもないというニュアンスで、記事を書いております。まあ、最近はインプレゾンビなんて言ってね、海外からもそういう工作が結構入ってきていると。工作も何も閲覧稼ぎの目的だけのためにというようなこともありますんで、まあこれをこうどうやっていくのか、偽情報の氾濫というものは、まあそれによってイギリスなどではもうデモが起きて、デモどころか、打ち壊しのようなことまで起こってしまっているということもね、出てきておりますんで、まあこの辺は、自分事として、もうだから言語の壁みたいなものが昔はあると、日本語は難しいからなかなかこういうのも出てこないんだとか言われてましたけど、そういう時代ではなくなってきてるというのをまざまざと見せつけられるニュースでもあります。さて、この後ですね、今日のコメンテーター、総実総合研究所チーフエコノミスト吉崎達彦さん登場となります。6時30分過ぎからであります。で、その前にパリオリンピックレポート、6時28分頃小永アナウンサーで、吉崎さんにはニューヨークのね、ダウ平均も下がっているというあたり、マーケットの話をまずは聞いていき、そして、アメリカからお帰りになってきたばっかりということですんで、その大統領選の雰囲気、さらにはイスラエルとの関係、そして経済について雇用統計が週末に出てまいりましたが、市場予測から相当マイナスだったというところであります。そしてふるさと納税は過去最高を更新したというニュースで、ニュースプラスは茂木幹事長東南アジア歴訪政局、そして7時40分過ぎのここだけニューススクープアップのゾーンでは、京都市長松井浩二さんのインタビューの様子、7月のね、20日にインタビューをしてきたその模様をお送りいたします。この時間、最新の株と為替の情報をお伝えいたします。先週末、現地2日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べて610ドル74セント安い 39,737 ドル26セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は417.94 ポイント下がって 16,776.16 でした。一方、円相場は前の日よりも2円72銭ほど円高ドル安の1ドル146円56銭付近で取引されております。株と為替の情報をお伝えしました。さあ、現地パリで取材中、パリオリンピック2024レポーター小永井和穂アナウンサーを呼びます。小永井さん、金メダルボンジュー、ボンジュー、ボンジュー、います。いやー、ちょうど私がいる場所はですね、フェンシングの会場、グランパレにおりまして、高い天井の中、ちょうどつい先ほどフェンシングの男子フルーレ、松山恭介、敷根貴弘、飯村和樹、長野雄大、20代の4人の選手が団体で金メダルを獲得しまして、その会場にいるんですが、ちょうど今ですね、その選手たちがキャリーケースを持ってこの会場を後にするところで最後に記念写真を撮っているという状況でして、でもう舞台はですね、今もうフェンシングの競技すべて終了しましたので、解体作業が行われているというところなんですけれども、ちょうどあの朝ぼらけの時間にですね、レポートが終わった5分後にこの戦いを終えた4人の選手にお話を伺うことができましたので、まずはちょっとそれをお聞きいただければと思います。
まずはじゃあキャプテンの松山選手、東京オリンピックの悔しさを晴らすパリでの金メダルとなったと思います。今のお気持ちを教えてください。自分たちの実力を疑わずにやっぱりしっかり発揮したこと、まあ、それがコツコツとしたことがしっかりこういう大きな結果につながったので、まあ、すごく嬉しいですね。では最後に舞台に立った飯村選手、試合を決めた瞬間はどういったお気持ちでしたか？そうですね、やっぱり最後決めきるのはもう僕しかいないので、まあ、日本を背負いつつ、まあ、ちゃんと勝ち切ることができたので、やってやったぞ達成感というか、まあ、それが一番強かったです。長野選手、決勝戦のしびれる場面で登場して5連続ポイントでした。ご自身のプレーを振り返ってください。そうですね、まあ、無我夢中で動いてたんで、まあ、どうだったかは分からないですけど、とにかくチームの勝ちにつながるプレーができてよかったです、はい、じゃあ最後に敷根選手、今回の4人というのはどういったチームでしたか？まあ、過去で、まあ、史上最強のチームなんだなっていうのを改めて実感しました。いやということでですね、4人の選手を聞きいただきました、自分たちの実力を疑わずに、ね、もう、はい、練習通りいつも通りなんだよっていうね、これをオリンピアン金メダリストたちが言うっていうのはね、ねえ、連日フェンシングの会場に来ているなと思うぐらいフェンシングはメダルラッシュが続いておりまして、そうですね、これでもう個人団体合わせて5個目のメダルなんですね、はい、でフェンシングといえばという方で、はい、北京オリンピックロンドン、メダリストの太田雄貴さんが先ほど取材に、ね、応じていただくださったんですけども、はい、まあ、本当にこれはこのフェンシングでのメダルラッシュは大きなことだと、でも本当にこれをロス、次のロスでどうつなげていくかが大事だと思うと、はい、で自分自身この太田選手の後を継いでキャプテンになったのが、今日出場した松山選手なんですけども、なるほど、質問、記者団から松山選手は太田さんを超えましたか、という質問があったんですが、それは個人戦を超えてからだとなるほど、そこはまだまだと、そう、個人戦で僕を超えてから、あ、僕を超えたと言っていただきたいと、まあ、逆にそれだけ期待してるってことでもあるかもね。そうですね、まあ、そのロスへのメダルへの期待も込めてだと思うんですけども、本当にまだまだこれから日本のフェンシング界、今回は歴代最強とも言われたんですが、はい、本当それにたがわない、特に団体戦で力強さを見せつけたなというふうに思いましたね。しかもね、このフランスの国技の一つだっていうアウェー感の中で、ねえ、いや、そうなんですよと、ね、ねえ、感動しました。特にね、柔道で、ね、ああ、いろいろあったからね、今度ね、団体負けましたから、だからこうフランスの国技でね、やりましたね。はい、いや、小林さん、本当体気をつけて頑張ってね。はい、引き続き頑張ります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。小野井和穂アナウンサーでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は双日総合研究所チーフエコノミスト吉崎達彦さんです。おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先週末なんですけれども、はい、東京で株がドーンとブラックマンデー以来史上2番目の下げ幅ということ。はい、まあその後のねニューヨークのダウンも下がっているということで、一体どこで下げ止まるんだろうとなっております。はい、そうですね。今日の相場どうなるかが大変注目なんです。ですが、はい、ただちょっと注意を喚起したいのはですね、史上2番目の下げ幅ってことで大騒ぎしてますけど、そうですね、下げ率って言うと史上何番目ぐらいだと思いますか？どうなんだろう、下げ率。率で言うと実は30番目。あ、そうなんですか、だから4万円までいっちゃってるから、はい、下げ幅で言うと大きく見えるけど、率で見ると実はそんな大きくなくて、はい、まあ、株式投資やってる人から見れば、まあ、こういうことはあるよね。はい、という話なんで、なんかブラックマンデー、1987年10月の話をする人を見ると、ちょっとなんか違和感が私にはあります。はい、まあ、この間は2000円超えたといっても 5%、6% 弱ぐらいですか、5.8 ぐらい。そんなもんでございますんで。で、考えてみたら、為替は円高に触れてるわけです。はい、だって、7月の上旬って160円台だったんですよね。よね、私が先週ワシントンでチェックアウトしたのが8月1日だったんで、の朝だったんで、はい、
キー、146円と。ああ、なるほど。ちょっと予定よりも安く上がったなという。で、まあ、これだけ要は、先週は中央銀行ウィークで、日本、はい、日銀と FRB、両方とも、うんうん、まあ、金融政策決定会合があって、日銀がまさかの 0.25% 利上げ。はい。で、アメリカは据え置きなんだけれども、もう9月は確実に利下げ。これは当然、日米金利差、縮小ということで、円高巻き戻し。はい、と言ったら、まあ、それぐらいの株価も影響はあるよねってことかと思うんですよね。まあ、要因としてはやっぱりそこの意思決定の部分の伝わり方。ただ、ちょっとね、このニューヨークダウンの下げ方がまた気持ち悪くてですね、要は、今までハイテクとかいうか、はい、AI を頼みに、買われてきたわけですよね。で、そんなこと言って、うん、AI でどうやってあんたたちお金儲けんのよって言って、そこよく分かってなくて、ちょっとそこの気持ち悪さがあるかなってところかと思います。まあ、その辺のね、日米の政策決定であるとか、うん、まあ、あるいはアメリカの経済の足元、うん、後ほどまたニュースネットワークのゾーンなどで詳しくお話をいただこうと思っております。今朝のコメンテーターは双日総合研究所チーフエコノミストの吉崎達彦さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。続いてニュース7時またぎ、前半戦取り上げるニュースはこちらです。アメリカ大統領選、ハリス副大統領の民主党候補指名が確定。アメリカ民主党全国委員会のハリソン委員長は2日、カマラ・ハリス副大統領が11月の大統領選挙に向けた民主党の候補指名を確定させたと明らかにしました。全国委員会の関連行事で途中経過として説明されたもので、1日に始まった代議員のオンライン投票で指名に必要な過半数の票を獲得したということです。オンライン投票そのものは5日まで行われるということなんですけれども、はい、早々に、うん、なんか確定ということが出てきています。そうですね。一応5日中はこのまま行って、そうすると6日火曜日に、激戦州の遊説を始めるということですから、ここで多分副大統領候補を指名する。まあ、そのまま2人で、激戦州の、まあ、遊説に出かけるという、そんな感じでしょうね。はい、さあ、吉崎さんは、はい、アメリカに先週行ってらっしゃって帰ってきたばかりであります。その空気感ってどうですか？面白かったのが、まあ、結構日本のメディアの方々と結構会う機会があったんですね。で、そうするとね、取材されてる方々というのは、まず6月27日にアトランタに行って、はい、討論会を見て、あちゃーっていうのを見て、はい、で、その後、7月13日、例の襲撃事件を出くわして、して、はい、その後、7月の翌週は共和党大会でミルウォーキーに行って、もう今年は終わったなと思ったら、はい、その週末にバイデンさんが、まあ、出馬辞退宣言、はい、で突然巻き起こった、カーマラ・ハリスブーム、もうこれわずか1ヶ月のことに確かにね、よくついていけないよっていうのも、まあ、言われてみたら本当そうなんですけど、目まぐるしいですね。とんでもない、この1ヶ月はね、もう歴史に残る1ヶ月ですよと。まあ、たまたま私、月末1週間、そこスポット空いてたから、はい、久々に行ってきたんですけど、やっぱすごいことが起きたんだなっていう感じですね。もうシーソーゲームというか、どんでん返しというか、はい、でも全くわけがわからないっていう状態になってて、はい、で、まあ、向こうで AEI っていう保守系シンクタンクの、まあ、選挙ウォッチっていうシンポジウムがあったんで聞きに行ってたんですけど、その中の一人のメンバーが言ってたのが、はい、Everything changed と、Nothing changed と、つまり、この1ヶ月間であらゆることが変わった。民主党はとにかく候補者まで差し替えちゃった。はい、でもほとんど変わってないっていうね、この対立の構図がもう全くそのままなんで、はい、だから結局元のこの僅差に戻っただけっていうね、すごいことが起きたんだけど、でもあんまり状況変わってないんだなっていう、それが結論ですね。なるほど。それはやっぱり何か
人がダダッと動くようなこともなく、党派でもガチッと固まってるってことなんですか？うん、ただね、ホワイトハウスの周りなんか行きますと、はい、ただのおのぼりさんの観光客が写真撮ってたりして、この人たちはもうどっちでもいい人たち。それアメリカ人の観光客、ね。そう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 。まあつまり関心ない人はやっぱ関心なくて、それやっぱ三分の一ぐらいいるわけですよ。でその外側に三分の一ずつもう絶対トランプでなきゃって人たちと、うん、いやもう絶対トランプだけは認めないぞって人たちがいてっていう、まあ結局そういうことなのかなって感じですね。これよく言われるのはやっぱりそうすると激戦州をどっちが取るかの話になってくるんだと、はい、そうですね、まあ、そういう意味では多分1日2日の間に発表される副大統領候補っていうのは、まあ、多分激戦州の知事さんか上院議員を選ぶだろうなと、はい、まあ、それは普通に白人男性とのペアにするよねっていうのが、まあ、言われてることですね。やっぱカマラ・ハリスさんが、はい、まあ、ある意味のマイノリティのご出身であるということを考えると、はい、激戦州を取るためにはというところですか。はい、でちょっと見てて気になるのはですね、はい、なんですが、まあ、カマラ人気は結構ちょっと浮ついたところがあって、はい、なんか TikTok とかですごい騒がれてるんだけど、はい、あんまりまだまともな政策論議って彼女はしてないんですよね。で、もともと検察官上がりの方で、はい、政治家になったのは2016年の上院議員選挙から後なんで、そんな長くないんですよ。で、そうするとですね、じゃあまともに経済政策論議とか外交安保とかっていう議論すると、はい、多分ね、そんな得意じゃない。なるほど。うん、先週は一週間アメリカに行ってらっしゃったと、はい、ということはね、もうパリオリンピックは開幕していた時期ですけど、どうなんですか？びっくりしたのは、アメリカ人って意外とオリンピックの時騒がないんだな。そうなんですか？うん、なんかね、新聞とかを見てると、はい、アメリカ、体操、男子体操、銅メダルとかって書いてあるわけですよ。どこが金取ったか教えてくんないんです。ああ、なるほど。本当に。とにかくアメリカ優先とか、アメリカ第一主義。で、それもね、なんか、はい、なんか出だしいまいちだったじゃないですか、アメリカ勢は。そうみたいですね。日本に負けてたぐらいだったんで。金メダルの数とかね。なんかちょっとね、静かでしたね。あ、なるほど。それもあって。で、私ホテルでずっとFOX ニュースと CNN とカールガールつけて、流しっぱなしにするわけですよ。で、そうするとやっぱ最初に出てくるのはやっぱ政治のニュースで、オリンピックずっと後回しで、で、それもカマラ・ハリスは今日はこんな受けましたとか、J.D. バンスはまたこんなバカなこと言ってますとか、で、それも取り上げ方がやっぱり FOX と CNN で全然違うから、はい、お前ら本当に今日同じニュース伝えてんのかよと、なんか一人でツッコミを入れたくなるような、やっぱこういう感じなんだな、という。で、まあ、そのね、やっぱり全ての道は大統領選に通じるみたいな感じなんでしょうけど、はい、アメリカにおいては。七時またぎの前半戦で、まあ、カマラ・ハリス氏に関して、はい、その政策の議論というのはあんまりやってないんじゃないかというような指摘がありました。いや、まあ、もともとね、まあ、要は検察というか、司法の世界で生きてきた人なんで、はい、で、彼女は一体どういう政策をやりたいのか。で、それはこれから大統領を目指すときは当然言わなきゃいけないことですよね。で、まあ、もう2週間後に党大会ですから、はい、その時には党の、プラットフォーム政策考慮も出し、それから最終日は大統領受諾演説っていうのもある。はい、まあ、そうやって自分自身を、まあ、定義していく、はい、それが大事なわけなんですけれども、今はとにかく、民主党支持者はですね、バイデンさんが辞めてくれたありがとうっていう、このね、後ろめたさもあるんですよね。で、バイデンさんに対する献金止めてたんで、はい、今、その分も合わせてドッと入ってくるんで。それでなんですね。まあ、ただ、今の、彼女に入ってきてる政治献金というのは、かなりの部分が初めて献金する人だっていうんで、で、まさしく今まで投票したことのない有権者を巻き込むことができる。っていう、これもまた一つ希望の星みたいになってるんですけど、じゃあ本当にあなたインフレ対策どうするのとかですね、中東どうやって収めるのとかっていうと、はい、多分この後苦労するんじゃないかな
って感じがありますね。基本バイデンさんを引き継ぐ感じになるんですか？バイデンさんの路線を引き継ぐ、まさに政策なんかそう なるんですけれども、はい、ただその通り、額面通り言っちゃうと、はい、じゃああなたはこの今のインフレの責任あるよねと、副大統領なんだからって、そこを突っ込まれた時にどう答えるのかとかね。なるほど。その辺がね、多分これからそういう問題が出てくると思いますね。そこで私、国境の壁やってたから分かりません、国境の壁だって失敗したじゃないかみたいなことに言われちゃうと。そうそう。ちょっと見てて向こうで面白かったのは、今、ブティジェッジ運輸長官の株が上がってて、でこのブティジェッジはね、連日のようにフォックスニュースに出てくるんです。フォックスに出てくるんです。で、フォックスに出てきて、もう意地悪な、インタビュアーがですね、ハリスはこんなところがダメじゃないかみたいなことを突っ込むと、全部それをね、自然に受け流してですね、いや、確かに彼女は国境担当だったけど、そもそも国境の安全対策っていうのは国家安全保障省の責任なんですよ。知らなかったとかって、上手に押し返してですね。で、結局終わってみると全部自分の言いたいことだけ言って、切り込んだ側が全部空振りに終わるというね。なるほど。これ、ブティジェッジは、これ、今結構論功行賞、上がってて、これ、ひょっとしたら国務長官とかあるかもしれねえなとかね。そんな話もありますね。なるほど。さあ、そしてもう一つ用意していたニュースが、はい、まさにその、ね、大統領選とも絡むハマスの最高指導者がイランで殺害されたというニュース、これは先週末にね、もう金曜日の段階でお伝えしておりましたが、はい、イランがイスラエルへの報復を強調ということで、この中東情勢というのがやっぱ大統領選も含めて影響はそんなことね、オリンピック期間中にやりますか、っていう話ですよね、普通。はい、で、しかもこれ、イラン側から見ると面目丸つぶれですよね。これ多分、この後、イランの体制の中で、はい、国家防衛、革命防衛隊ですか。革命防衛隊なんかは、大失態ですよね。これ下手すると、次の指導者選びに関わるような話になってくるかと思いますね。新しい大統領の就任式に、はい、宣誓式に、このハマスのトップとか政治トップも呼ぶと。はい、で、そのテヘランで、こんなことを記載されたと。だからこれ、ポストハメネイに関わってきちゃうような話かと思いますね。そうすると、これ、責任者誰だみたいな話とか、新大統領はどうなってたんだみたいなとか、いろいろ絡むわけですか。いろいろこれね、イランとしては辛いと思いますね。で、もうちょっと嫌な読み方するとね、はい、イスラエルは、これは、今の時期にこういうことをやるっていうのは、トランプを助けたいんじゃないのかの。これバイデンは今カンカンですよね。そうですよね。で要はイスラエルにとっては来年トランプ政権の方がいいじゃないですか。でこの問題をこじらせればこじらせるほど民主党って困るんですよ。で、要は民主党ってこのイスラエルの問題に関して言うと上の世代がイスラエル支持で若い世代はパレスチナ同情論なんで、はい、ネタニヤフが悪いことすればするほど民主党は困るんです。ベテランと若者で格差が、ねじれが生まれちゃうんですね。今のカマラ・ハリス人気っていうのはその、はい、民主党の若者の方が、はい、カマラになればもうバイデンみたいなイスラエルべったりでなくなるぞっていうね、期待感があるんですね。でも献金するのは上の方だったりもするし、そう難しいですね。おはようニュースネットワーク。ではこの時間取り上げるニュースはこちらです。アメリカの7月の雇用統計、就業者数が11万4千人増加。アメリカ労働省は2日、7月の雇用統計を発表しました。農業分野以外の就業者数は、前の月と比べて11万4千人増加しましたが、市場予測の17万5千人を大きく下回りました。また失業率は前の月から 0.2 ポイント上昇して 4.3% でした。市場予測を大きく下回る数字ということで、はい、これがね、エンドル相場、円高に触れたりとかもしてるんでしょうか。今のアメリカ経済ってのは、この上半期と下半期でガラッと変わった感じが私はしてます。上半期はインフレ警戒、下半期は、雇用が心配っ
はい、なんかガラッと変わっちゃった感じがありますね。で大体この雇用統計で、はい、非農業部門雇用者増減数何十万人増とかって、うん、なんかすごく景気よく思えるじゃないですか。そうですね、1ヶ月で10万人も増えるのかって。いやでも年間不法移民300万人とか言ってる国ですから、なるほど、1ヶ月で考えても相当人口増えてるんで、そうするとね、波の数じゃ全然足りないわけなんです。で失業率実際今、4.1 から 4.3 に悪化してるわけですけど、はい、アメリカ経済ってとにかく景気後退局面になるとこの失業率がいきなりバーンと上がっちゃう。日本経済ってそうじゃないじゃないですか、はい、不況になっても会社は一応首切りしないで耐えるっていうのは、これがまあ一種の、まあ、美徳というか、はい、習慣になってるわけですけど、うんうん、アメリカはいきなり首切っちゃいますん で、はい、でそうするとね、いきなり 5% とかって全然あり得る、うん、感じなんです。だからまあアメリカもですね、先週の FOMC で、はい、もう利下げした方がいいんじゃないかっていうのはやっぱり少数意見ながらあったんですよ。はい、で、それがやっぱりこの雇用統計を見て、やっぱりパウエル動くべきだったんじゃないのかっていうこともあって、はい、まあマーケット的にすごく反応が出ちゃってるわけなんですね。だから、このまま行くと、はい、だって次は9月ですから、9月の雇用、FOMC ってまだ随分先ですよね。ね、20日ぐらいかな。で、そうするとですね、その間何も手が打てないのか、はい、っていうことになっちゃうんで、まあ、場合によっては 0.25 じゃなくて 0.5 下げるんじゃないかとかね、そのくらい極端に、雰囲気変わってくるんじゃないかと思います。で逆にこれ6月の FOMC の時は、はい、もうやっぱりインフレがこれ強すぎるってことで、もう逆に触れてたわけですよね。これは年3回は利下げあると思ってたけど、もう1回しかないかもしれないってことで急に、まあドル高円安が進んだっての、はい、それほんのちょっと前の話なんですけど、そうですね、それぐらい私アメリカ経済の雰囲気は、はい、紙下で、変わってくるんじゃないかと思って上期下期で、はい、もう本当この6月から7月に渡るあたりが、はい、潮目が変わるってやつですか。なんかそんな感じですね。まあ、パウエルさんのこの間の FOMC の後の会見でも、はい、まあ、今まではね、うん、どちらかというともう物価物価物価って感じだったけど、うん、雇用も注目していかなきゃいけないし、はい、そっちの部分が重要になってくるんだと、はい、うん、そうなんですね。で、もう一つ心配なのは、はい、この今のハイテクブームの見直しってことですよね。はい、特にこのインテル株 26% 安って、はい、すごすぎませんか ?4 分の1下げるって話。4分、ある意味4、4分の1価値がなくなっちゃうってことですか。インテルってインテル入ってるのインテルですからね。ですね、はい。皆さんお使いのパソコンは必ず、大体インテルの、はい、半導体が入ってる、ね、会社がこんなに下げて、はい、1万5千人の人員削減っていうわけですから、これはね、はい、やっぱりなんかすごいことが起きてるんですよね。で私は前から気になってるのは、はい、まあ、今その AI だと、チャット GPT だと、もうこれで新しい世の中が来るっていうことで、まあ、ガンガンハイテク関連買われてるわけなんですけど、はい、じゃあその AI 使ってどうやって儲けるのと、なんかその、お金を儲ける筋道みたいなものは実はまだ見えてないわけなんです。で、ところが、まあ、チャット GPT のために使える半導体を作れるのは NVIDIA しかないよね、はい、と言って NVIDIA の株がバーンと上がったり、じゃあそれはいいけどさ、最終的にどうやって儲けるのよと。だから今起きてる現象ってのはゴールドラッシュなんだけど、はい、ゴールドラッシュで、金がまだ出てないのに、リーバイスが儲けてるみたいな、そういう話なんで、みんな金を掘るためにジンズを買うだろうっていうね。そうそうそう、はい、でジンズ屋さんは儲かるのはいいんだけど、うん、本当にこの後金が出て、まあ、それがまた次の需要を掘り起こしてっていう、まだそこまで行ってないんですよね。だからなんか私この今の AI ブームってのは危ういなって、はい、
というふうに思ってるんで、だからニューヨークダウの調整はあんまり驚かないですね。なるほど、金曜日も900ドル余り下げたという話でもありましたし、ナスダックもね、下げたと、ハイテク銘柄多いというところで、その辺のね話、期待からわーっとこう上がっていって、現実を見てパーンと下がる、なんかかつてその、IT ブーム、IT バブルであるとか、ちょっとそういうのと彷彿させるようなところありますか？これはでも毎度おなじみの話であって、バブルが起きるときっていつもそうなんですよね。だから私がその、とある外資系の、その証券会社の人にね、その今の話をして、私はこの筋道が、お金儲けの筋道が見えない話は嫌だってなことを言ったらね、それは見えないからいいんだよと。見えないからいいんだよと。見えてしまったら夢がなくなるじゃん。ああ、夢を買うようなところがあるんだと。それができるかどうかよくわかんないから、これ夢があって、株価が上がるんですよっていうね。それ結構物事の本質をついた話かなとは思ったけれども。でも、そういうブームで、今の株高って来てると。ただ、日経平均について言えば、年初が3万4000円ですからね。なるほど。先週末で3万5000円っていうのは、すごく、大きく下げたように見えるけれども、基本的に行ってこいっていうことなんで。そっかそっか。今ね、先物の数字見ると、まだ日経というか、東京動いてないので、先物の数字だけ見てますが、3万4000円台までね、来てて、また今日も100円ぐらい下がるのかなと思うけど、そうか、それも行ってこいなんですね。1000円下げても、比率で見ると、そんな大したことはなくて、日経平均が1万円とかだった頃に比べる、1000円下げたらそれは大事件だけど、4万2000円まで上がったものが1000円、2000円下げても、そんなに大きな下げではない、なるほど、ということですよね。で、そんな中で、日本の経済についてですが、2023年度の、いろんなね、税収が増えてるという話は出てますが、ふるさと納税も過去最高を更新して初の1兆円超え、いやー、すごいですね。国税が72兆円、2年連続で70兆円超えって、これは地方税ですよね。菅さんが総務大臣の時に作った制度が、ここまで来たかっていうことですよね。週末菅さんがね、いろんなメディアのインタビューに答えて、やっぱり感慨深そうにお話しなさってましたよね。これね、エコノミストの中で大変評判悪くて、いろいろその納税の歪みを作るとかですね、不公平が生じるとかっていう、そういう意見多いんですけど、私どっちかというと、こういうのありなんじゃないかと。やっぱり自治体の競争を促すっていうのはそんな悪いことじゃないし、あとあくまでこれ寄付、寄付税制ですからね。世田谷区の税収が随分、地方に行って落ち込んでるとかっていう、そういう話も あるんですけれども、世田谷区はいいんじゃねえかと。これだけ人口いるしという、ね。100万いるわけですからね。で、こういうそのお金の、どこに自分がお金を納めたいかっていうことを考えさせる。っていう意味でもね、私は面白いことをやってるなと思ってます。これがね、交流人口につながるとか、旅行に行くとか、いろんなきっかけになるかもしれないですね。そうなんですよね。続いてニュースプラスワン、取り上げるのはこちらのテーマです。自民党茂木敏充幹事長が東南アジア4カ国を歴訪。自民党の茂木敏充幹事長が、東南アジア4カ国歴訪を終え、昨日帰国しました。茂木幹事長は各国の政府要人と会談、最後の訪問国となったフィリピンではマルコス大統領と会談し、中国による海洋進出や経済的な威圧に対し、安全保障をはじめ様々な分野で協力関係を強化していくことで一致しました。インドネシア、シンガポール、タイ、フィリピンと歴訪されたそうであります。これもどうなんですかね。外交力のアピール。アピール。ちょっと物欲しげにも見える。僕こんなにできるのよって、考えてみたらね、外務大臣やられたし、経産大臣もやられたし、もう一通り、もうこれ以上やる仕事、やってないのってあと財務大臣ぐらい。なるほど。この方は。もう、そうするとね、もう次は、
やっぱり一番上を。一番上を。ただ、幹事長がそれをやるっていうのは、はい、例の明智光秀って話があるんで、はい、だったらもっと早く辞めときゃよかったのに。おー、ね、4月のあの、補欠選挙に負けた時に責任取って辞めとけば、堂々とね、はい、喧嘩売れたのに。まあ、でもちょっとそんな感じではなかった。たんですかね、なるほど、まあ、幹事長の椅子、そのね、まあ、党を預かるということで非常に大きな、ね、権力を持つということも言われてますからね、ただ幹事長はね、まさにこれ裏金問題の一番の責任者、はい、ですから、はい、これはなんか今何でもかんでも岸田さんのところに持ち込まれて、はい、岸田さんがえいやとなんかやってしまうっていう、それでみんなダクダクと従ってるという今の自民党の体制、ちょっとおかしいっちゃおかしいんですよね。ああ、そっか、党務だし、まあ、党の金庫から各議員だとか派閥に出すようなお金っていうのは、最終的な差配は幹事長ですもんね。そうなんですよね。まあ、茂木さんね、ご本人は、まあ、総理になってやりたいこともあるんだと、はい、まあ、いろいろな形で、こう、意欲というもの。意欲はみんな示すけど、まだ正式に手を挙げた人っていうのは、石破さんがなんかそれっぽいことを言われましたけれども、はい、まだまだどうですかね。やっぱこれお盆があげないとって感じなんですか。お盆があげて、でも総裁選の日程って多分8月の下旬にはもう決めるんですよね。そのようなね、とりあえず今日が、総裁選管理委員会の第1回の会合で、はい、まあ、ここら辺から出るんですよね、お盆明けぐらい。で、もともと岸田さんの任期が切れるのは9月30日。はい。で、その10日前までには次の総裁を決めなきゃいけませんっていうふうに党則に書いてあるそうですから、そうすると9月20日から29日の間のどっか。なるほど。ってことになるわけですね。で、もう一つ問題なのは、9月の下旬に、はい、国連の一般討論、総会一般討論があって、まあ、岸田さんはそこへ行くつもりでいる。はい、多分それ23、24あたりですよね。で、そうすると、いや、でも総理変わるかもしれないんだから、総裁選はじゃあ20日ぐらいにやるべきじゃないか。というと、かなりもう、近いんですよね。近いですね。で、国連には当然新しい総理が行けばいいじゃないかっていう話も出てくるんで、まあ、そうでなければ、まあ、27ぐらいですかね。ですかね。だからそこのね、難しいところが新しい総理でっていうことになるけど、総理になるには国会の議決が必要だと。そうですね。20日にじゃあ総裁選やって、で23日に出なきゃなんない、土日の国会野党が許すかみたいな話が、いやまあね、ね臨時国会を召集し て、それ間に合うのかみたいな、きっと怒られます、ね。いやそうですよね。だからなんとなくみんなこの派閥なき総裁選という、はい、自民党の歴史始まって以来の事態をなんか手探りでやってるって感じですよね。まあいろんなところで報じられてますけど、その総裁選のね管理委員会のこう顔ぶれ見ても、どうして旧岸田派はいないんだろうとか、まあ、当然派閥はみんななくなったはずだから旧派閥でやるもんじゃないだろうって言われますけど、あれはね地区代表になってるけれども、そんな仕組みって今まであったのかよとかね、いろいろなんかこの突っ込みどころのある話ですけども、まあどうね、でこう結構取材する側も難しいんだという話も聞きますね、誰に話聞きゃいいか分かんないですよね、はい、クローズアップされてるのはキングメーカーとして、はいはい、その麻生さんであったりとか、菅さんの名前が出てきますけども、そうですね、でこの2人のうちどっちの言い分が通るかとかね、はい、菅さんの手札は誰と誰で、麻生さんの手札は誰と誰でみたいな、そういう説明は聞くんですけれども、はい、なんていうんですかね、キングメーカーじゃなくて、はい、俺がやりたいっていう人が今一つ見えなくて、で、ね、岸田さんはどうも、はい、全然答えてないっていうか、もうやる気満々という感じですよね。でそれに、じゃあみんな勝負しかけるっていう人がいるのかっていうと、はい、なんかその俺がっ
っていう手を挙げる人じゃなくて闇将軍の方が目立ってるという、まあ、そういう不思議な情勢ですよね。刷新しなきゃって結構若手なんかは焦りもあるけど、そうそうそう、でもそういうキングメーカーばかりが見えてる、あれ昔と変わってならないというようなところですか。自民党総裁選、まあ、あの茂木さんのね、東南アジア4カ国歴訪からそんなお話でありました。続いてここだけニューススクープアップ、今日は、先月21日20日かごめんなさい、京都で収録をしてまいりました京都市長松井浩二さんへのインタビューの様子をお送りいたします。まあ、あの番組ねコメンテーターとして、よく出ていただいておりました。で今年2月4日の京都市長選挙で初当選をされたということで、だからですね、昨日今日あたりでちょうど半年になるとですね、もう半年経ったんだというところで、まあ、あのいろんな話伺ってきたんですが、まずはオーバーツーリズム問題、そしてその対策というところで、まあ、一頃ね、市民の皆さんが観光客が溢れてバスに乗れないじゃないかとかいろいろニュースになってたりもいたしました。で、市民の方々と、まあ、非市民観光客の方々がどうすればお互いに利用しやすくなるのか、現在の取り組みについて松井市長に伺いました。今実はいろいろ国交省とも調整してるんですが、市民優待価格といって、市民と非市民でバスの値段、はい、これを市民割引できないかと。なぜかというと市民はいろんな税金払ってるわけですよ、はい、でその税金によってバスも支えられてる。でそれは割引をして、で非市民の方々、まあ、多くの場合観光客の方々はちょっとその税金払ってない分、はい、京都の、まあ、混雑して、それはありがたいんですよ、ありがたいですけど、やっぱりちょっと余分に払ってもらってもいいんじゃないかというようなことを、今法制度上それができるかできないかが極めて、はい、今まではできないっていう解釈だったのを、はい、それは何とかできませんかっていうことを今国土交通省とずっと調整して、で国土交通省もね、確かにそれは一理はあるよねと、ただまあそれは今調整中なんですが、それがまあ調整が続いたら、そういう市民割引制度っていうのがまあできるかもしれない。これはちょっと私の公約の中でも一番難易度が高い公約ですね、はい、今走ってる観光特急バスはこれ実は500円なんです、はい、普通の市内のですね、はい、均一料金が230円なんです、うん、でこれも最初国交省が通達を出してくださって、これは別に観光特急バスと言ってますけど、はい、別に市民と非市民で分けてるわけではないんです。うん、そうすると普通の市民は500円払いませんから。で実はそれは市バス地下鉄1日乗車券というのがありましてね、はい、これ何度乗ろうと1日だったら定額なんです、はい、でほとんどの観光客はそれを使われると思ってたら、実はこう調べてみたらですね、観光客のうち半分ぐらいは500円払ってるんです。多くの場合インバウンドの観光客は500円払っても別に大差ないよっていう方がいらっしゃった。これはちょっと正直で驚きました。まあ、それも実は法制度的にそういう二重価格というものを認めるというのは、はい、国交省が認めてくださってできたことなんです。それは昨年の秋に認めてくださって、で私がそれを実行して観光特急バスを6月の頭から走らせてると。で次に考えているのは、はい、よりハードルが高くて、市民と非市民で値段を分けるという、でこれはおそらく当然のことだから、マイナンバーカードと連携紐付けされた交通系 IC カードで、それを認識するソフトを入れて認識するということなんで、おそらくこれやるとマイナンバーカードの普及にはなるんです。ああ、そっか、住所のある意味、そうです、要するに証明がいるわけですね。住民票が京都市内にあるかないかで料金を分けるっていうシステム。これただ相当難易度は高いです、はい、私が何がやりたいかというと、観光客が来てくれて我々の市民生活が圧迫されているというふうに、やっぱり市民の中の一部かもしれませんが苦情があるんですね。あ、でこれは僕は京都という街の成り立ちから言って、はい、その市民と観光客が分断されるというのは良くないんで、観光のお客様が来てくださるから我々にとってもその観光の配当があるんですよというものを作りたいというのが、私がもともと市長選挙の時に公約に掲げた大きな理由なんですね。それは何かというと、やっぱり市民が観光客が来てくれてありがとうという気持ちを持って迎え入れないと、京都という街は衰退してしまうと思うんで。
これね、本当アイディアとしてね、で、インタビューの中で、例えば姫路城のように、例えば外国人とじゃ日本人で分けるとかどうだっていうような話も聞いたんですけど、いや、京都はそういう街じゃないと、で、外国人だから日本人だからじゃなくって、もう本当に京都に住んでて住民票があるかどうか、だから日本人だって外から来た人に関してはこの値段でお願いするっていうのをシステムとして作りたいっていうのをおっしゃっていて、あ、それはなるほど一理あるなっていうね。そうですね、まあ、実際実際に地元に税金を納めている人たちは優遇されていいじゃないかっていうのは、はい、これはリーズナブルな考え方だと思います。やっぱり首長さんって、はい、結構新しいことをやろうとすると、はい、霞が関との折衝がむちゃくちゃ大変なんですね。私地元の富山市で前の市長の森正史さんという面白い方がいて、はい、もう長いことやられてたんですけども、町中路面電車そうそうそうライトを通してとかね、常にそのどうやってこの、はい、役所に言うこと聞いてもらうかっていう、その繰り返しだって言ってましたですよね。まあ、その辺ね、松井さんは官僚もされて、まあ、官邸にもいらっしゃって、政治家もやってという。いや、本当ね、やっぱこういうことがちゃんと分かった人がやってるってことですよね。うんうんうん、ただ、松井さんってもともと参謀タイプって言われてた人なんで、はい、首長でどうなのかなっていうのはちょっとね、気になるところではありますね。さあ、そして、まあ、京都市のね、課題として、まあ、いろんなインタビューでも聞かれて、いらっしゃるところですけれども、うん、北陸新幹線について、うんうん、まあ、そのね、ルートがどうなるか、敦賀から、どこまでどう伸ばすか、小浜を経由して京都の地下を縦断するなんていうコースとか、いろいろ言われておりますけれども、まあ、そのあたりについて、松井さん自身は、まあ、災害時のね、日本海国土軸の重要性っていうのは認めると、一定の理解はされてますけれども、まあ、一方で、まあ、京都の地下は通さなくてもということもおっしゃっています。その理由についても伺ってまいりました。財源の問題、財政負担の問題、環境負担、それは例えば土砂をどこに、じゃあ、処理して処分するんですか、水脈を傷つけるか傷つけないか、どんな工法でどんなルートで、それ全部含めて本当に必要かどうか、それから僕はこれはあんまり言ってないことですけど、特別に言いますと、もし日本海の国土軸っていうんなら、はい、その重要性っていうのはある種のリダンダンシーですから、それはある種利便性ということというよりも、はい、ある種のバックアップ機能も含めての話なんですね。だけどものすごい利便性を維持しなければいけないっていう前提で考えられてるっていうのがちょっと違うんじゃないかなというふうに思ってます。要するにいざ災害があった時の国土の強靭な国土を維持するための交通網だということであるとしたら、はい、その時に3分おきとかで走ってる東海道新幹線のダイヤを維持するということとはちょっと違うことをおっしゃってるんじゃないの、うん、本来は。ということで、まあ、このバックアップ機能という部分と、うんうん、まあ、これ北陸新幹線というのね、富山出身の吉崎さんも。北陸新幹線はもともとがそういう意味があります。バックアップ機能というか、まあ、要は南海トラフがあって、東海道新幹線が使えなくなった時どうすんだっていうのがあって、うんうん、どう考えても今のリニアって間に合いそうにないですから、はい、そうするとなるべくこの日本海周りで東京大阪間を結ぶ、うん、手段というのを確保 しといた方がいい。これは利便性じゃなくて安全保障だっていうのは全く同感です、はい、で今のまま行くとですね、それこそ京都の地下なんて掘ったらですね、はい、多分何だって出てくるわけですよね、まあ、遺跡とかもね。いや、これまさに今奈良で起きてる話と同じなんで、これは先の市長選の一つのテーマだったんですよね、北陸新幹線どうすんだっていうのは、ただ、まあ、ちょっと私北陸の民として思うのはですね、はい、北陸ってもともと関西文化圏だったんです。お、はい、私が高校生時代の頃っていうのは周りでやっぱり京都大学行きます、うん、大阪大学目指しますって言って多かったんだけど、うん、今完全東京向いちゃってて、はい、でこれってやっぱ北陸新幹線の効果絶大なんですよね。なるほど。でそれが今敦賀までつながっちゃって、はい、関西経済界もっと焦ろよと。ああ、なるほどね、うん、早くこれ、うんうんうん、つなげないと北陸はもう関西見捨てちゃうよっていう、はい、今ねそういう焦りの声が全く起きてこない。確かに、今の大阪財界は
とか京都財界はちょっとなんか抜けてんじゃないかっていう気が私はしてますね。なるほど。さあ、そして、最後にですね、この、様々な取り組み、情報発信もされている松井市長、思い入れの強い政策として挙げられていたのが、若い世代について、人口減少、人口流出についてでありました。人口流出に歯止めをかけると、特に若い世代の人口が今減り始めてるんです。京都は人口の 10% 強が大学生なんですが、卒業するとね、みんな残ってくれないんですよ。だからそれは就職先がない、はい、それから実はその後卒業した時に1回減るんですけど、はい、もう1回減る谷がありましてね、はい、それは結婚子育て期なんですよ。25歳から39歳っていうあたりが、はい、人口が減るんです。それは何かっていうと、卒業した時は東京とか大阪に結構抜けてるんですけど、結婚子育て期に抜けるのは近隣なんですよ。滋賀県とか。はい、なるほど。でそれは何かというと、やっぱりちょっとマンションとか住宅が高いんですね。なんで今回この6月に議会で認めていただいたのは、はい、それに対してこうその世代がちゃんと住宅をリフォームして購入するっていう時に対して200万円まで支援が出るというものを、はい、制度を作りまして、奨励金というのを作って間もなくもう募集開始するんです。これはまあ200万円なんで、はい、小さいか大きいかっていろいろ議論があるんですけど、今までこういう住宅奨励金で、うん、自治体で200万円出した例というのはほとんどないはずです。お、はい、だからそれは何かというと、はい、やっぱり京都に住み続けてほしい、うん、あるいはできたら、私は近隣窮乏化政策取らないんで、はい、隣の町から人口をむしり取るようなことはしませんけれど、うん、でも京都に住みたい人は京都で住んでほしい、うん、で京都でできたらマンションでも一戸建てでも買っていただいて住み続けていただきたい、それを応援したいというのが、うん、私が就任してから一番思い入れがあるのはその政策かもしれません。若い人たちをどうやって、うん、京都に住んでもらうか。なかなか松井節でしたね、今ね。いや、本当、うん、嬉しいな、うん、私は近隣窮乏化策は取りません兵庫の誰か本のね、元市長かなっていうのね、うん、でも、うん、やっぱりそういうね、ウィートに飛んだ話もありますけど、うん、こういうこうある意味のミクロ的な政策、松井さんのも真骨頂みたいなところもあるし、うん、そうですね、うん、私会社の同期連中の LINE ってつながってて、ほうほう、で大阪方面でかつて頑張って、でじゃあ今老後どこに住んでるかっていうと、結構大津とか神戸とか、はい、やっぱりちょっとばらけてんですよね。で彼らの間でなんか今大阪市内のタワマンが出て、はい、結構ないいお値段だけどどうするかみたいな話をしてて、なるほど、でも まさにそうなんですね。京都は住めないっていうのは、はい、今の感じだと本当そうなっちゃいますよね。なんかね、この、最大200万円の補助とかも、まあ、町屋をね、回収して住んだりとか、うん、こういろんな形で使ってほしいというのね、うん、お話もされてました。まあ、そうやって若い人たちが入っていくことが、今度地域のコミュニティとかの維持にもつながっていく。うんね、いや、本当京都って本当、道路が狭くて、はい、家がわーっと並んでて、うん、でそういうところが一番京都らしい、はい、ところですよね、うん、でそれをね守っていくためにもやっぱりちゃんと人口動態というのを考えていかなきゃいけなくて、うんうんうん、なるほど、これは大きなテーマですね、はい。松井耕二さんの京都市長インタビューの模様をお聞きいただきました。